はいどうもピオキングです。今日もですねみんなでバトルやっていきたいと思います。いや最近ライブしたんですよ。最近そのねライブをするたびに人数がですね、まあ、ありがたいことにですね本当に多くなってきてます。来てくれた皆さん本当にありがとうございました。本当楽しい時間をね皆さんからいただきました。フレンド申請もねかなり増えてきてまして、フレ戦もですねめちゃくちゃ楽しくやっています。僕のねライブっていうのはフレ戦が結構多いんですよね。まあ、フレ戦の方がね楽しいんじゃないかなって最近思ってきたんですよ。ライブではねみんなどうかなっていうよりもさ、なんか雑談がめっちゃ人気だったんだけど、僕ねゲームじゃないでね雑談の方がね意外と人気だったりするんですよ。なんでかなって思うんですけど、まあ、雑談もねめっちゃ楽しかったね。まあ、雑談の時は結構夜遅くだったんで、まあ、人数はねそんなにいなかったんですけれども、それでもね楽しくやることができました。本当皆さんありがとうございます。これは上だね。よし、それじゃあこのアイテム取っていこう。ナイス機能、ナイス機能、この機能があればもう当たっていいでしょう。 OK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  よし、これがあれば上を気にせずいけるね。ちょっと待って、どこ、いないどこ行った、どこ、あはは、右上いた。危ない危ない。よし、キノコもう一回ちょっといきます。ちょっと待って、キノコマジ取らせない、ごめんみんな、マジで取らせないから僕。よし、ごめんよみんな。でもこれは勝つための戦法なんだ。ここ上にどこあるでしょ。あれ、え、あ、なんもない。待って、ここ上どこない、いやないで、え、なんか土管、あ、土管の音と思ったら当たった音だったね、花ちゃんに。さあこれはなんだ、これはなんだ、これはなんだ、いや待って、そんなんしてる場合じゃないな。僕上に行きます。よし、あ、マリオアイテム取らない、あ、それツタだったのねそれツタだったのね。オッケーオッケーオッケー、ちょっと待って、このねデカ状態はマジで大切にしていきたいと思います。で中間ポイントゲット、オッケー、これでみんな中間ポイント取るでしょ。このねマジでデカ状態のキノコはね大事にしていきたい。そして僕このリフトに乗ります。いやこっちに乗ろう。ちょっと待って、よし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 、なんかこういうのあったね、スーパーマリオワールドでさ。でじゃあいいねよし、キノコ状態だったらだいぶ安心だね。マリオ多分ビビってんでしょ、チビだからね、チビだから多分上に行くのが怖いと思うんですよ。よし、でこれは上、多分リフト来る、リフト来る、リフト来た。よし、上の方に行こう。あ、待って、これ大丈夫、行き過ぎない、よし、オッケー、ここ上、よし、行き過ぎたらやられるとかある、これ。いや大丈夫だね、まだ行ける、まだ行ける。これ難しい、これめっちゃ難しいね。こっから左に行きます。ちょっと待って、キノピオ邪魔、いや待って、危ない、やる、くっ、やくっそー、ここまで来たのにさ。いや、やられたねマリオ、これはやられたね。もうどうすることもできないね。うわ、今の右に行けばよかったのか。いや悔しい。ピエンピエン4444、不吉だな。いや逆か、幸せなのか。4444はなかなかないね。次、1-1、クッパヒルズって書いてました。いや、マリオ攻撃的だな。ちょっと待って、マリオ。やり返しできない。バカめマリオ、それでも3番。いや、2番手か。3番手行きました。よし、ジャンプ。これなんかね、1-1って書いてたから簡単そうだね。よしよしよし、OKOKOK。1番取りました。このまま。いや、パックンとか出そう。パックンとか出そう。うわ、ルイージがマジでプレッシャー。マジでルイージプレッシャーだけど、このまま渡っていきます。OKOK。ルイージ引っかかりました。で、ここでジャンプ。で、よし、これでゴール。もうあっていいよ。もうゴールあっていいよ。1-1でしょ。これ下からでいける？大丈夫？やったさあ次のコースはコインを12枚取ってからゴール。これさ、コインを全てって書いてるじゃん、カッコ12枚みたいなさ。あれってさ、12枚しかないっていう意味なのかな。僕はねそう捉えてるんですけど、いやちょっと待ってごめんキノピオ相当邪魔だったね。さあこれはちょっと待って、押さないでね、キノピオ押さないでね。よし、じゃあ僕左のあれ取っていくね、左のコイン取っていきます。これ全部取らないけんの、もしかして。めっちゃきつくね。ちょっと一回上に行ってみるか、ゴール一回目指しますね。どんな感じなのか、本当にこの12枚で全部なのか調べてみます。ちょっと待って、これめっちゃむずくね、これめっちゃむずいな。こっから上に行ったらこの土管入ればゴールだよね、やっぱり。これなんだろう、一気アップっぽいね。いや、やっぱりそうか、なるほど、ここで多分ゴールの奪い合いが始まるって感じだね。っていうことは多分誰もコイン取らないだろうから、僕頑張って取りますね。あ、
これ絶対ね、誰も集めないよ、きっと。これ12枚もあるんでしょ。僕マジで頑張るからみんな、僕マジで頑張るから。これみんなマジで協力しようね、みんなマジ協力しない？僕一人だけ撮ってるんだけどね、みんなマジ協力しない？これきついよ、一人。キノピオ行って、キノピオ行って、それがゴール条件。そう、それがゴール条件。いいね、いいとこに。ちょっと待って、ルイージ邪魔だって。ルイージそこで狙ってんだろ、ゴール条件を。ルイージ押すなって、ルイージ押すなって押すなって、ルイージ。よし、ルイージ、ほらほらほら、ルイージ、あ、どうしようどうしよう、欲しいよねあれ、ルイージめっちゃ欲しい。やったやった、いけ、ちょちょちょ、はい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 、やだ、喉痛え、めっちゃ喉痛え。いや見て見て、ほら今度なんか平和になりそうだよね、平和なバトルになりそう。特にあのマリオめっちゃ可愛いよね。次のコースはグリーンゴーホーム。一番最初にこの透明度感に行けばいいのかなね。マリオ、マリオ可愛かったね。多分優しいでしょ。実はこう見えてマリオ優しいんですよね。なんか一番前でさ、一番前でああやってますけど、よーし、みんな騙されやがったこれは僕怪しいと思ってました。はい、嘘です、僕は嘘つきました。はい、全然怪しいとも何とも思ってません。一番最初に行けなかったんで、たまたま行けただけですということで、この透明度感に入っていきましょう。これは下に行くか、下に行って、一応ね、このあれは取らんでいきます。うわ待って、やった、ナイス、ルイージありがとうえ、今日めっちゃ連勝じゃん。黒猫っていう人いるじゃん、確かめちゃくちゃ強い人ですよね。1の2プラットフォームプレイン、黒猫さんは確かルイージだったね。このルイージに勝てば僕もめちゃくちゃうまい部類に入ると思うんですよ。それじゃあさ、いやちょっと待って、いや引っかかった、引っかかったな。いやでも簡単そうだねこのコース。いや僕下から行きます、やった、下から、下から熱い、いやちょっと待って、いやしかしあはははは、これ僕アイテム取っていきます。もうこんだけ遅れたらもうアイテム取っていきます。みんなやられてね、みんなやられて、みんなやられよ、オッケー。ちょっと待って、これは意味ない、別にあのリフトいらんかったね。やばい、これは負けそうだ、負けそうだね。よし、オッケーオッケー、ちょっとゆっくり行こう、ここはゆっくり行きます。いやゆっくり行ってる暇なんかないね。負けてもいい覚悟でどんどん、もう超ハイペースで行きます。みんな見てて、今からノンストップで行く、僕ノンストップで行きたいと思います。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そしてツイッター、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。